皆さんこんにちは、久々のあつ森でございます。最近はですね、ずっとプレイしてなかったんですけれども、10月のアップデートでハロウィン関連のイベントが始まりましたので、まあそれを機会にですね、またプレイを再開しました。で、最近はこの島の再開発といいますか、まあ、住人の家の配置などをいろいろ変えて、まあ気分転換にですね、島クリエイターをやり直しているところです。で、今回は、ここに大きな幅15で奥行きが18かなの敷地を用意しまして、ここに博物館を持ってこようと思います。で、そうですね、まずは柵を置いていきます。10、11、12、13、14、15と。洋風の柵を立ててみました。で、ここに、ストーンアーチを置いてみます。はい、これで入り口完成です。あとは化石を適当に並べていこうと思うんですけれども、その前に博物館の位置ですね。博物館をどの辺に置くか確保しておきます。真正面でもいいんですが、あえて右上の隅に置いてみたいと思います。で、一旦、博物館の場所を確保しておくために、ちょっとマスだけですね、置いておきます。ここに博物館置きますよって目印ですね。横幅が博物館の場合は7マスで、奥行きが、まあどの建物も共通なんですけれども4マス。なので、まあ、博物館の場所はこの位置に、まあ、こんな感じで設置します。はい、で、この空いてるところに、適当に化石を並べていきましょう。その前に多少ちょっと緑があった方がいいので、室内をところどころ緑に変えながら進めていきます。まずは T-Rex を置きましょうかね。はい、こんな感じになりますね。はい、で、反対側にも、どうしよう、なんかちょっとはみ出してますかね。ここ、ちょっとずらします。
そんな感じかな。で、こっち側はちょっと狭いので、小さめの化石を置きます。まあ、この配置は適当に、もう本当にランダムな感じでいいと思うんで、あまりくどくなりすぎない程度に置いていきます。これで、まあこの博物館に入ってすぐマンモスとティーレックスがお迎えしてくれるという感じですね。ちょっとストーンアーチ戻します。はい、あ、いいですね。では次にこの辺になんか適当に置いていきましょうか。スピノサウルス置いてみました。で、もう一個ここがですね、1マスしかないので、化石1個で完結するダンクルオステウスを置いてみます。これ向きはどこかな。はい、こんな感じですね。で、あとは、そうですね、こちら側にも何か置いていきましょう。で、ここにアンキロの頭、ごめんなさい、アンキロサウルスを置いていきます。本当はトリケラトプスとか、なんかそういうメジャーなやつがいいんですけど、ちょっと化石が揃ってないんで、まあ、今回仮にアンキロ置かせていただきます。あとは、そうですね。あ、ちょっとこの辺高さが欲しいですね。ちょっと上げてみましょうか。よいしょ。はい、でこんな感じで高さをつけました。あと手前に何か置いて上に置いて終わりですかね。では今回はあまり化石が揃ってないので適当に置いていきます。この辺にもちょっと大きめの化石を置きましょう。メガセロプス、ちょっとマイナーですけど、この辺のこんな感じですね。お、だいたいいい感じに並んでますかね。あとはこの辺に細かいのをちょっと置いていきましょうか。ランダムな感じに1個の化石を置いていきます。これちょっといまいちかな。三葉虫とかいいですかね。狭いな。よいしょ。
うん、まあこんな感じで、はい、あと高いところ、ここにも何か置きたいですね。まあ本当はプテラノドンとかの翼竜を置きたいんですが、それもちょっとないので、今回はメガロケロス、これちょっと置いておきます。あまり見えないですね、上に登らないと。はい、あとはそうですね、とりあえずこの辺に、あ、間違えた。はい、なんとなくみんなが大好き滝を置いておく、作ってみます。はい、とりあえずの滝できました。まあ、こんな感じですかね。あんまり大きすぎるとちょっとしつこいので、こんな感じで、博物館の敷地は完成ということにしたいと思います。で、最後にここに博物館を、置いてみます。こう来て博物館到着、入りました。おお、いい感じですね。化石が見事に並んでおります。で、博物館に入ると、はい、こんな感じですね。ということで、今回の動画、博物館を作る動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。